皆さんおはようございます。時刻は9時30分を回りました。 FM ギノワンからお届けしています。嘘のような本当の話。本当の話は話って書いて読みます。そう、嘘のような本当にあったお話を届けていく30分。本日パーソナリティを務めます久保ひろこです。どうぞよろしくお願いします。そして今週も東京のダブルオイストドクター水素ボトルの北条雅弘さんをお迎えしています。はい、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、そして今週は先週に引き続きゲストの方は大阪からお越しの中田ご夫妻です。よろしくお願いします。おはようございます。2週連続です。どうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。さあ、どうですか沖縄の、 朝ごはんとかなんか食べましたか？昨日沖縄そば食べましたか。沖縄そば食べましたね。どうですか？すごく美味しかったです。もう北条社長のおすすめの、おすすめ、はい、あ、やっぱり北条社長のおすすめ。食いしん坊なんでね。はい、今までの沖縄そばで、ね、うん、ああいう沖縄そば美味しかった。やっぱ美味しかったですか？私も沖縄そばが大好きだから、うん、ね、あの、うん、え、何ですか？テビチとかね、早期とか、はい、沖縄そばとかね、スペシャル食べたんで全部食べて、すごい、やっぱり関西人ですね。全部乗っけとこうみたいな、贅沢にね。プラスジューシーもいっとくぞ。ジューシーも美味しい。ちょっと隣の人がジューシーって言ってたからジューシーじゃないんですけど、ね、ジューシージューシーですね。いいですね。沖縄弁も可愛いですし ね、本当に関西弁でここは喋っちゃいますけれどね。関西トークになってます。本当です、本当です。そんな沖縄の FM ギノワンからお届けしてますよ、はい、ちゃんと、ね、はい。そんな、じゃあ嘘のような本当のは先週に引き続きね、亡くなった夫妻のご主人の方がちょっとね、精神的に鬱になってから回復したっていうお話を先週聞きましたけど、そこからもう本当にね、今見てももう初めてお会いした時からもうすごく元気だったんですけど、私の場合はね、あの、よく言われます、本当ですかみたいな形で、もう目が皆さん点になるので、これあの、お客様でも、あの、初めて会うお客様でもそうなんですけど、やっぱりその私の話を聞いた時にやっぱり 目が点になりますね。そんな風には見えない、見えない、見えない、うん、いや、でも実は本当なんですっていう話で、うん、はいはいはい、全然見えなかった。本当にあの、ね、今日のね、沖縄に息子と一緒に来てるんですけど、はい、ご主人の方があの、はい、うちの5歳の息子にオレンジジュースついてくれて、はい、もうどっちがどっちかって、もうそんなお茶目なことを、はい、してくださるご主人のね、はい、もう、まあ、そういう、まあ、決め細やかな方だからね。ね、本当そうですよ ね、気遣いがねあるから、はい、でもそこからこの、うん、結構あれですよね、一緒にご夫婦でいろんな方に、そうですね、主人が復活してからは2人で、ね、はい、動いてますね。いろんな人にこの水素ボトルをお届けせればという、すごい、伝えたいという気持ちですね。もうその1点だけです、はい、あの、素晴らしい商品なので、はい、どんな人にもあの必ずあの何らかの効果があると思います。しかもあの血流の機械、何でしたっけ、ビースキャン、ビースキャン、最強の武器を、武器を手に、はい、常時お持ちになる、はい、って聞きたですよ。あれが筋トレ代わりになるんですよ。なるほど、すごい。この前もね、うちの会社がね、うん、あの、東京ビッグサイトっていうところに出店してたんですけど、うちの社員がね、バーッともうね、うん、あの、ブースの中にいたんですけど、なんと中田夫妻ビースキャン持ってるっていうか東京にも行ったんですね。それが話題になってね、もういつでもどこでもビースキャン、やだ、思う、はい、素敵、はい、みんなの血流見てるっていう、見たいです、見たい、チャンスがあれば、見て、あなたの血流見せてください。見て、血流が変わる瞬間をもう伝えたいです。すごい、はい、後で見てもらおうかな、私、ね、見てもらえばいい、ね、ぜひどうぞ。素敵、はい、それでこう、どういう方におすすめして、なんか、もうジャンルはもう幅広いですよね。まあ、健康な方から、うん、まあ、スポーツされてる方、うん、あるいはまあご病気の方、あるいはまあひどい方でがんの方とかもいますし、まあ、全ての方にあの、うんうん、伝えてますね。何かしらね、皆さんどこか、うんうん、そうですよね、部長が私たちぐらいの年齢の方、特にさらに私なんてね、うん、60この前になったんですけど、うん、はい、あの、
同窓会のね人なんちなんかで会うとね、うん、もうあの病気自慢ですからね、うん、俺は糖尿病だみたいな、俺はガンだとかね、はい、もうそんなよ、はい、墓の話しか病気の話しか聞きますね、うん、それね、ほんとね、だからみんなやっぱりねどんどんこうね、うん、60ぐらい到達すると、うん、もうこういろんなものを見据えながら生きていくっていう感じになっちゃうよね、そうですね、うん、なんか効果があったっていうあの人とかいるんですか、うん、こうエピソード的に、そうですね、うん、効果というかその場で例えば、うん、あのこの水素、ガスを吸いますので、うん、その時に、まあ、皆さんまあ大体9割の方が目がすごく、うん、視界が、うん、視界がまああのスッキリしたというか、まあ疲れが取れる、取れてるような感覚とか、あるいはまああのちょっと体温が上がってちょっと熱くなってきたとか、うん、この2点は必ず言いますよね。そうですね、うん、やっぱり焦点が合いやすくなったとかね、はい、明るく見えるようになったとかね、いう人は多いですよね。やっぱりそれは血流ですか。血流、目の、あの玉自体、目、眼球そのものの血流も大事だし、あの眼球を取り巻く筋肉、これがしっかり動くことによって調節能力が上がる、もちろん網膜もね血流になることも大事だし、明るく捉えることがしっかりできるようになるから明るく見えるようになる。だからこういうことが一気に起こるので、まああの先週 そのブースでね見てた時も、あの目の、ね、見え方が変わるんですよって話したらね、笑ってんですよその人、プッとかって笑ってるから何を笑ってんのかなと思って、なんかありましたって、いや俺ね目の見え方が変わったような気がするんだけど、こんな短時間でね、見えるわけないやって思ってたんだよっていうから、いや見えるようになりますよって、そう変わっちゃうんだ、大体言われるよね、目がすっきりしたら、あのほぼ9割の方が言いますね、はい、あと年配の方だったら階段の上り下り、楽になったってね、前はもう登っただけでハーハー言ってたんだけど、なくなったっていうのが多いですね。やっぱあれですね、運動さんが杖外したっていう、そう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 、いやびっくりしました、ね、すごい、そうだからそれぐらい体がね楽になる、運動さん自分で言ってなかったけど血圧下がったって言ってましたよね。そうです、200あったのが今150、マシンガントークすごすぎて言い忘れちゃった、ね、そうですよ、今言っときましょう、本当本当本当の代わりに本当に、はい、200が150台まで安定しますね、朝一の、すごい、 WHO の基準だと150は正常ですから、なるほど、ちょっと前まで日本の基準は130以上が高血圧だけど、WHO が発表したのは160で正常値までが正常値、そうなんですね、はい、だから完全に正常値に入った、じゃあ薬飲まなくていいんだ、飲まなくていいです、すごいですね、すごい、ジャンプの話はしました、ジャンプ、あ、それもしてないじゃないですか、じゃあちょっとここで一旦 CM してその後ジャンプの話を、近藤さんいないけど近藤さんのジャンプの話をお届けしてまいりたいと思います、一旦 CM です、はいはい、頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に、 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。 FM 紀の湾からお届けしています、嘘のような本当の話、パーソナリティの久保弘子と東京の WO イーストドクター水素ボトルの北条雅弘さんで お届けしております。そして今週のゲストも大阪からお越しの中田ご夫妻です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや本当にあのいない近藤さんですけど、近藤さんをね、紹介したのが、まあ、中田さん、はい、奥様ですから、その何、ジャンプの、そうジャンプが今までが飛んだつもり、つま先だけ、そう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 、92歳ですね、もうそうだったんだけど、ちゃんと地面から浮いて、着地するその感覚、地面をこう踏みしめる感覚が、あの感じられたのがすごい嬉しいって、昨日も飛んでましたよね、そうです、いや実は見たんですけど何しとん
そうなんですよ、飛ばれたんですよね。飛んでました、レストランで、ね、レストランで飛んどった、ね、レストランで、しかもまあまあ食べた後ですよ。それはそれは何、あのジャンプすることで胃の位置を下げたの。本当に本当にちょっと分かんない、まあ、もうちょっとで食べたいから。カレー取りに行ってる間ね、急になんかみんなが立ち出したから、本当さんも立ち出して、ね、私とね、成田さん奥さんでえっと思って、そしたら飛び出したんだ。こんな風にねって言ってやってくださったんですね。でも92歳、そこで久保ちゃんがジャンプしたの。いや、飛んでもしてない、別にジャンプしてない、ね、ジャンプしてアタックそれで切ったでしょ。そこに繋がる、えらい4週前の話ですよそれ。人体の話。そう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 、でもそうですよね。近藤さんもだって5ヶ月って5ヶ月まだね、吸って5ヶ月、うん、そうですそうです、でしょ、うん、それで3ヶ月、そうです、すごいですね、本当さん、ね、まあまあね、吸ったらすぐに体感出る人出ちゃうから ね、まあ、しっかりね、長い間吸ってもらってるんで、うん、1日の中 で、 そうです、ね、時間がやっぱりしっかり長めに吸ってもらってるっていうのもあるし、うん、ね、そうだからね、しっかり吸っていただくと3ヶ月でガラッと変わる方が多いんで、1ヶ月3ヶ月半年1年みたいな、そんな感じかな。え、朝のルーティン的にはどういう風に吸ってるんですか。まずですか、まずはの吸う前にのスプレー、あ、まず、まず水素ミスト、ミストから見た目のところから、顔から髪から、あ、まずストイック、もう顔から髪からババ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 って、ね、まずスプレーかける朝、はい、はい、そこからもう水素水をまず飲む。なるほど、そこからですね、スタートは。あ、素晴らしい、はい、いい、それ聞けて、心の準備を整えて、はい、あゆっくりと、あとはもう飲むのは、うんうんうん、その作ったスプレーしてるやつですか、もう一回作るんですか、飲むように。いや、もう作ってる、あ、スプレーのやつ、余ったやつ飲んでから、でもう一回また、あの、僕は飲む量多いんで、あ、でもう一回作る、もう一回作ってあります。あれですね、5分でできるんですもんね、うんうん、そうです、5分で、ね、はい、です、はいはい、うんうん、それを作って飲む、で、そこから吸う、ウォーキングです。あ、ウォーキングしながら吸うんですか。はい、ウォーキングしながらまだ吸うてないんですけども、あのでも僕はほぼもう仕事に入りましたらもう常にずっと吸うてる状態なので、例えば電車の中であろうが、うん、例えば運転中であろうが、まあ、そういう時は必ず吸うてますし、まあ、例えばお客様と会ってる時でも吸うてます、うん、だから家でおるより外に出てる方が今は長いので、吸うてる時間長いと思います。途中で充電します。そうですね。そう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 。ですですです。ああ、そんな感じですね。ダブルバッテリーも持ってますから。だからもうダブルバッテリーだ。本当、もうね、昨日本当、はい、うちの息子のあの動画を見るために貴重な充電器を貸してくれた。もう一発大きいのもこれも、はい、おー、ビースキャン。ビースキャン用です。あ、さすがやっぱビースキャン。さすが。コンセントがないとこあるじゃないですか。100ボルトがさせるやつがあるってことですよね。だからあのどこでももうそれがあればどこでも B スキャンで見れますから。なるほど、すごい、はい、本当はね、業務用も行けたらよかったんだけど、うん、ダメだったね。業務用は動かせなかった。そうですよ、動かしてあげた。あれ容量、あれ容量が違いますよね。車でも持ち運べますかって聞いた人ではないですよね。じゃあないのです。車はダメだっていうね、ちょっとあの動くから、うん、一応そういうお問い合わせがあったらしいので、車に積んで、やっぱ吸いたい、運転したりとかいて。でも有名な、こっちはできるんですよ。ドクター先生有名な歌手たちが積んで吸ってるけどね、うんうん、そうなんだ、なんかあのメーカーさんがね、なんかちょっと静かに走ってるんですか。あ、そうかもしれない。あとあの高級なワゴンが、揺れがないかもしれないですね。それはあるかもわからないですね。ちょっと誰とは言えないんですけど、はいはい、そうか、でもそういう、じゃあ、うん、走った後からもあとはずっと一日中、ずっとずっとほぼ吸ってると思いますね。え、奥さんのルーティンはどんな感じなの、うん、健康な感じでも。私はなんか水素ボトルはほぼ主人が吸ってるから、うんうんね、さっき言ったように夜、うん、先週言ったね、夜ね夜ね、夜3時間でも3時間でももうすごい業務用なんで、業務用だから、業務用3時間すごい、いや、すごい。そうね、だから安心ですよね、うん、まあ、業務用はね30分でもすごいからね、あれはガツンとくるから、本当ですよ、
本当に、うん、あれはすごいです。なるほど、はい、やっぱ ねよくぞあんなものを作ったなと思いますよ。本当にびっくりした。僕らも慣れてるでしょ、水素吸うことに、うん、だからある程度のことは予測もつくし、うん、ね、あのドクター水素ボトル吸ったらこれぐらい元気になるだろうなって想定はしてるけど、うん、業務用初めて吸った時はもう衝撃で、うん、何これ、うん、びっくりしました。60倍ですもん、ね、60倍出力が半端じゃないと60倍って本当すごいですよね。そうだから、うん、あの8つに分岐するパーツがあるんですよ、うん、だからいろんなね、あの高校の野球チームとかサッカーチームとかが一チームみんなで吸って、うん、まあ、ちょっと何人か溢れちゃうけど、うん、まあ、それ2回目に回るとしても一、うん、チームがほとんど全員が吸っても OK なんですよ、うん、そっか、すごいと思います。8人吸えますから。8人吸えのすごいですね。病院でもどんどん導入されて、はい、あの、はい、導入していただいてるし、もういろんなところに入っていっちゃってて、僕らがそういうこともありなんですかみたいな。この前もね、あのまだ発表はできないんですけど、ある有名な大学が、うん、駅伝部がね、うん、ドクター水素ボトルは使ってくれてたんだけど、うんうん、ちょっと業務用で勝負をかけたいと思ってますって、うん、すごい、すごいですね。やっぱ回復早いですもんね。疲れないですね。疲れ、疲れ、そうです、疲れがなかなか、疲れないですか、疲れ、うん、残らないです、うん、残りにくい、残りにくい。僕らがね、うん、取ったデータで言いますとね、うん、その4キロ走を、うん、それこそ大阪体育大学の学生さんに協力してもらって、うん、4キロ走全力で走ってもらって、うん、水素を吸った場合、吸わない場合、走る前走った後とか、まあ、いろいろ7回血を抜かしてもらって、うん、で体の中の状態を、うん、あの変化を調べたんですよ、うん、そしたらまずあの活性酸素が実は、うん、あのかつては、ね、乳酸が疲れの目印ということでね、乳酸が溜まったとか言ってましたけど、今はね乳酸じゃないんですよ。乳酸は体が疲れたその人の体を癒してあの修復するために出てくるエネルギーだってことが最近分かってきて、で体に悪さをしていて体を重だるく感じさせていたのは活性酸素の方だったんですよ。でその活性酸素を水素がまず消すでしょ、結びついて水にしちゃうでしょ、だから疲れが感じなくなるわけ、うんうん、そしてあの乳酸を火つけて燃やすのが水素の役割だから、うん、代謝そのものが ATP 代謝って言うんですけど、それがぐわーっと上がるので、うん、パワーが引き出される、うん、つまり疲れなくなってパワーが引き出されたら、うん、タイムが早くなるのは当たり前なんですよ、うん、そういうことがだんだん分かってきて、うん、で、まあ、体の修復も含めて使いたいっていうところが今すごい増えてる、うん、今ロックがかかる音がしました、はい、本当ですね、ロックをかけちゃいました。じゃあこのちょっとロックがかかったタイミングで一旦 CM いきます、はいはい、頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に、 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。はい、FM ギノワンからお届けしています。そのような本当の話ということで、もうロックも解除され、はい、CM も無事に、ね、もうずっと吸いながらね、はい、ね、この収録していただいてますけど、はい、やっぱりもう、うん、血流見るのがもう趣味ぐらいになって、そうですね、もう趣味になってますよね。もう今スタッフさんにも声かけて見たいぐらいですよね。うん、あの血流見せてくれて、後で見せてください。ね、っていう感じで、ね、あのね血流の変わりを見たら確かにね、うん、楽しいですよね、うん、見てるとね、急にこうバーって動くんですよね。そうぐる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 って動き始めるから、うん、動くのを見せたいから、うん、最初見て、なるほど、あの吸う前からセットしてってことですね。そう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 、そうなんです、見た瞬間に動いてたらチッって思いますよ。あ、もうそれもすでに動いてるみたいな瞬間見せたいのに、ママこの人元気やなみたいな。でもね、最初動いてるともっと早く動くでしょ、うわーっていくから、必ず早くなりますもんね。必ず早くなる、いやそれはなかなかいないです、うん、あの全然動かないっていうのはたまにいて、 いるんですか、でもあの俳優さんとか、あ、あの自分でテンション上げますんでね、その脇役あ、あの
まあ、いたんですよ、そういう人が。全然動かない人がいて、ひょっとしてお水とか全然飲んでないとかないですよねって言ったら、私ね水飲まないんですよって。そうなんだ。あ、関係するんですか。そう、だから主役が来た時にすぐ取りが始まるから、うん、脇役の我々は絶対トイレ行くって許されないんです。ああ、それで水を、あ、そういうことなんですね。水を全然取らなくて、でもものすごい顔色悪いわけ。うん、飲みたって。いや、それは悪いですね。だから お水全然飲まない人は確かに動きが悪いです。あ、やっぱお水は関係するんだ。うんうん、体のためにはやっぱお水飲まないとね。うん、本当ですね。いや、でも本当にね、こんなに元気に回復されて。そうです。いや、もう2週続けてで愛をかなり感じます、うん、え、すごい。だって ねラブラブですもん ね筋トレは1日何時間するんですか。どうですか。まあ、過去ですけど、はい、もう1年してないので、まあ、元気な時は1時間半から2時間ですよね、はい、ストイックな世界です ね、はい、本当テレビじゃないのが残念ですけど、ね、その1年されてないって言っても、ね、結構ムキムキですよ、ね、ムキムキです。もう立派な、もう脂肪がまとりついてますから。そうなんですね。やっぱ、ね、はい、求めるところはもっとストイックですからね。まあ、でも素敵な頃、徐々にまた少しずつ、うん、戻していこうと、はい、もう50ですから。ああ、そうなんですね。はい、いやー、でも本当にね、今日ね2週続けて愛をテーマにお届けした感じ。そうそうですよ。でも本当あっという間のまた30分経ちましたけれども、うん、はい、もしね気になった方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせいただけたらと思います。お問い合わせ先はメールアドレスで797@fmginowan.com、 電話番号は 098-943-0094、 こちらまでお問い合わせいただけたらと思います。いや、本当に今週も嘘のようなわっと驚くお話を2週で楽しく過ごさせていただきました。ありがとうございます。さあ、今週もドクター水素ボトルの北条雅弘さんと、はい、ゲストには大阪からお越しの中田ご夫妻をお迎えしてお届けしました。嘘のような本当のは、これでおしまいにしたいと思います。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。それではまた来週をお楽しみに、はい、また来週。パーソナリティは久保ひろこでした。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。